皆さんこんばんは。今週も始まりました、ハイチのダラダラジオでございます。週末いかがお過ごしでしょうか、といった感じでね、ちょっといつもと違う感じのスタートにしてみました。まあ、ただ挨拶が入っただけなんですけど、もともと私ラジオっ子、ラジオがね大好きだったので、こうよりラジオっぽくこのねハイチのダラダラジオできないかなっていうのを始めて9年目にして、なんか最近その欲求が高まって、なんかできないかなって、まあ本当だったらその間にね、例えばじゃあ1曲聴いてくださいとかってやりたいんですけど、もちろんできないので、それに関してはいや、なんか、あ、そかそか、最初に挨拶入れたらちょっとラジオっぽくなるかなみたいな安直、めちゃめちゃ安直なんですけど、ね、しかもボイシーじゃねえや、ダラダラジオ YouTube なんでね、聞いてるタイミング皆さんによって違うじゃないですか。朝聞いてる方もいると思うので、こんばんはって固定しちゃうのもよくねえのかななんていうのを思うんですけど、まあ一応投稿してるのが夜8時っていうね、いつもそこは固定なので、まあちょこんばんはという挨拶を入れてみた次第でございます。なんかこんな風にしたらいいんじゃないですかなんていうね、素敵なアドバイスがあったらぜひコメント欄に残していってください。で、今週のテーマはですね、まあ、ポジティブとか前向きとか、まあ、ネガティブとかその辺の話をしていきます。っていうのは、昨日ですね、オンラインで講演会があったんですよ。高校のね。で、それは PTA の方が呼んでいただいて、まあ、保護者の方とか学生の方、まあ、希望者だけね、Zoom で参加してもらって聞いていただいた講演会があったんですけど、まあ、そこの質疑応答で、実はこれがあったんです。一人目のね、質問してくださった方が、まあ、ポジティブだったかな?に生きるには、まあ、考えていくにはどうしたらいいですかみたいなアドバイスがあって、このテーマちょっと掘り下げたいなと思って、今日ねダラダラ上で追加でねちょっと喋らせてもらってる感じです。まあ、普段もね結構この意見来て、で最近は特にハイチイコール結構ポジティブなやつみたいなね認識をされてる方も実際いるんですよ。まあ、そんなにネガティブな要素を昔ほど出しにくくなってるから、まあ、ポジティブに映るところもあるかもしれない。考え方とかもね、そういう風に映ってるのかもしれないんですけど、私は、まあ、自他ともに認めるネガティブですよ。もう気質が、根幹にあるのが、やっぱネガティブが染みついてると思っています。で、それを、徐々にこう考え方とか、新しい考え方とかを持つようにしていって、完全ポジティブ人間には変わってないんですけど、まあハイブリッドというかポジティブな時もあればネガティブなところもあるみたいな、うまくコントロールする力はだいぶうまくなったと思ってます。それをもちろんこうね動画を撮る上でさ、みんなにネガティブなものを受け取ってほしくはないので、もちろんそのダラダラ上でねこう弱音とか吐くことはありますけど、まあ、極力はしないようにしてるから、だからそういう風に映る、ポジティブに映る方もいるんじゃないかなと。多分昔から見てる方はね、いやハイチはネガティブやでって思うと思うんですけど、まあ、それをどうやってコントロールしてきたのかっていうのをちょっと今週話していきたいなと思ってます。で、まずですね、まあ、結論というか、その質問いただいたその子にもね、その方にも答えたんですけど、私はネガティブである自分を否定するんじゃなくて受け入れることがまず第一歩なんじゃないかなって思ってるんです。これ私の動画ねよく見てくださる方は聞いたことあると思うんですけど、例えば入試が近づいてきて不安とか焦りって出てくるじゃないですか。で、それをどうやったら消せますか、どうやったらなくせますかって質問をもらうんですけど、私は不安とか、焦りと肩を組んで試験会場に行こうぜっていう言葉をよく使います。で、これは、まあ、肩を組んでいくっていうのは一種受け入れるっていうことが言いたいんですよ。つまり焦って良くないって、不安になって良くないっていうのを受け入れてほしい。だって本気だから、真剣だからそう思っちゃうし、多くの方が不安だし焦るからさ、じゃあそれをネガティブに思って、ダメ、焦っちゃダメ、不安に思っちゃダメってなっちゃうと余計にドツボにはまっちゃうんだよね。なら受け入れちゃった方が楽じゃないっていう発想で、これと一緒です基本的に。そうだから、ネガティブな自分っていうのはもちろん変えることはできます、徐々にね。でもさ、今日一晩寝てさ、明日起きたらポジティブ人間みたいなことは起こらないわけよ。ドラえもんの道具みたいなものはないわけだから。だから徐々に変えていくんだけども、変えていくにはまず今の自分を受け入れてあげること。不安だよ、あとネガティブになるよねって、そう考えちゃうのも仕方ないよねって、いいよって、いいんだよって、そのいいんだよがあった上での次なんですよ、私の中では。で、そこが割と難しいんだと思う、結構。でもこのいいんだよって言ってあげるのって、
生きていく上ではすごく大事だと思うんです。自分にいいんだよって言ってあげるのってね。だから、まあ、今学生の方がね聞いてくれてる方が多いと思うんだけども、まずねそういう風に言っていいんだとかそういう考え方があるんだっていうのを知ってもらうだけでいい。あ、実践はちょっと無理だなって思う、私にはちょっと合わないなって思っても構わない、でもそういう風に生きてる人間がいるんだなって思ってもらえることがすごく俺にとっては価値があるというか意味があることだと思っているのね。で、まあ、そこをまず受け入れますと。でそこからどうするかっていうと、まあ、また俺がやったのはすごくレトロな方法なんだけど、毎日あの顔洗う時に鏡に向かって、お前は運がいいぜって、大丈夫だぜって思っていく、ポジティブな言葉をとにかく自分に言ってあげるっていう。で周りに人がいたらさ、あの何やってんのって思われるかもしれんから、まあまあ口に出さなくてもいいんだけど、できれば極力口に出してほしい。そう、自分のその心の中だけじゃなくて耳にもちゃんと聞かせてあげる、口にも出してあげる、行動に移すっていう、五感で感じるじゃないけどね、うん、っていう風にしてあげる。であとは、まあ、自分もこれもよく言うけど、一日寝るときに一日振り返って小さなことでいいから一つずつ褒めていくっていう。生きていく上でさ、やっぱり自分にとってダメ出しをする瞬間って多くある。ああ、自分でダメだなって、うん、思う瞬間ってあるじゃないですか。で、やっぱそれを重ねちゃうと、ああ、自分はダメなやつなんだっていうレッテルを自分で貼っちゃうんだよね。で、貼っちゃったレッテルって、ほんと剥がしにくくなっちゃうんだよ。そう、だから、そのレッテルを貼らないためにも、ダメなところもあるけど、ちゃんと頑張ってるところもあるんやでっていうのをやっぱり言ってあげなきゃいけないと思ってるのね。でそうやって考えていくと、例えば何か、うまくいかないこととかあった時に、それをうまくいかなかった事実っていうのはもちろんあるんだけれども、それをじゃあポジティブに、じゃあこの経験があったからこういう風に変えていこう、次は生かしていこう、次は前よりも良くしていこうっていう風にすぐ変換ができるようになるのよね。それはまあ癖だと思う、思考の考え方のね癖だと思うんだけども、まずそこかな。自分がずっとやってるのは今でも変わらずやってるしね。だからさ、私この動画ねよく撮るじゃないですか、授業動画撮るんですけど、撮ってて一番嫌なことって何って言われると撮り直しなんですよ。実は撮り直し、まあ、NG を出しちゃって、例えば10問さ問題解説してる時に10番目に大きなミスをしたら俺全部書き直すんですよ基本的に。まあ、もちろんなんか隙間だけ消していけるならそれでもいいんだけど、こう全部消して書き直してって怒ったりするわけ。そうするとさ、また同じことやんのかって思うの。また全く同じこと書くからさ、で結構答えるのよ私、あーマジかってなるのね。でそこでさ、当然その2回目だからもうやだよって気持ちで授業動画撮ったらそれは伝わるから、絶対ね、見てるみんなにも失礼な話だし、だそれはしたくないわけよ絶対に。でじゃあどう考えるか、でもそれを言ってもさ、あーって思った気持ちってなくならないじゃないですか、なかなか。じゃあどう考えるかっていうと、もうじゃあ2回目の撮影チャンスをもらったんだと、これは。じゃあさっき1回目の説明より解説より100倍いい解説にしてやるよっていう、そのチャンスをもらった、そのチャレンジが、で結局ね1回目にいっぱい喋ってるから、2回目っていうのはさっきの喋ったことの反省点を生かすことができる。これは実際そうなのよ本当に。だから、あー、オッケーオッケー、もっといい動画にしろって神様言うとんのやってみたいなっていう風に無理やり変換したりとか、まあかなり強引に感じるかもしれないけど、別に強引かどうかなんてどうでもいいわけよ。自分にとってそれがポジティブにちゃんと印象が変わるんだったらそれでハッピーだから俺にとっては。なので、まあ、みんなが生きていく上でもまずはそのネガティブになってる自分がいたっていいんだよって、でそういう風に言ってあげられると、やっぱ浮き沈みがあるから、気持ちに沈んでる時間が短くなるのよね。やっぱり上がりやすくなる。沈むことはあるもんだって、それあるって。ずっとポジティブってずっとねハイにはいけないんだから、気持ちがローになっちゃった時に、あでもいいよって、気にすんな気にすんな、そのうち上がるから大丈夫だよって言ってあげると、割とそこにとらわれにくくなって、なんか気づいたらちょっと上がってきたかもみたいな風になっていくんよ結構。でこれが毎回毎回そう成功しない、成功するわけじゃないからさ、ないけども、でもそうやってうまくいくこともあるんだよって。だからちょっと肩の力抜いて考えるといいんじゃないかななんていうふうには思ってる。まあ、そんなことを思いながらね生きてきた、もうこの20年ぐらいかな。そうね、高校ぐらいからこういう考え方をするようになってたから、
まあ途中でも言ったけど、みんなにこれをね強制するつもりもないし、聞いててもさあなんか、言ってることはわかるけどちょっと実践は無理だなーなんて思う方もいると思うんだよね。いや全然いいんだよそれで。いい。ただこういう風に生きてる人間がいるっていう、でもしみんながねこれから生きていく中でどっかのタイミングでふと思い出して、あなんかそれ今ちょっとやってみようかなって思うかもしれないじゃん。選択肢を持っていくのっていいことだからさ。だからそういうなんかその気軽な感じでね今回も受け取ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは本日一日が皆さんにとって良き日になることを心より、本日じゃないね今週またボイシーと間違えちゃった。今週1週間がね皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。